ドコモスタイルシリーズ SH-02B は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である、ドコモスタイルシリーズの一つである。本校では、2010年夏モデルである SH、SH-02B マリメッコについても述べる。2009年冬秋モデルのスタイルシリーズのシャープ製、端末である。 同時期の SH-01B と同様の3.4インチフルワイド v g a 液晶を搭載する。背面はディスプレイ側、バッテリー側ともに直線的な箇所がほとんどない全体的に丸みを帯びたラウンドフォルムを採用し、手に持った時にスペック以上に薄くコンパクトに感じられるようになっている。ディスプレイ側の背面パネルには透明感のあるハーフミラー仕上げとなっており、 多層膜により独特な光の反射をするようにデザインされているため、見る角度によって色味が変化する。また、白色有機 L を使用したサブディスプレイを中央に配し、それを取り囲むようにして13灯の LED を搭載しており、着信時等にパネルが浮かび上がるように点灯する。イルミネーションの点灯パターンは、星空をイメージした7種類の標準パターンを用意したほか。 対応の着せ替えツールを利用することで点灯パターンを増やすこともできる。ボディカラーはビューエブラック、シルバー、ピンク、オレンジの5色。5色は2009年冬秋モデルでは最多のカラーバリエーションとなる。2009年夏モデルのスタイルシリーズの SH-05A と違い、防水には期待を。2010年7月2日に発売された SH-02B マリメッコは 2010年夏、モデルでフィンランドを代表するアパレルブランドマリメッコとのコラボレーションモデルである。フロントパネルにマリメッコの代表的なテキスタイルである、ウニッコと呼ばれる消しの花柄をヒンジとボディにまたぐように大胆に配したデザインが特徴。ボディカラーは、ウニッコレッド、ウニッコブルー、ウニッコブラックの3色があり、カメラが搭載されたリメイやキーメンの配色は、 ボディカラーと同系色で統一されている。ウニッコをモチーフにしたオリジナルの着せ替えコンテンツを内蔵しているほか、アイコンシェルの街キャラ、羊の羊も同ブランドでコーディネートされている。また標準セットのパッケージはウニッコ柄が印刷されたものとなるが、ストラップなどの購入者限定特典は用意されていない。s a a 2 b をベースにしているため、スペックは SH-02B とほぼ変わらないが、背面イルミネーションには対応していない。メインカメラには約800万画素 CCD カメラを搭載している。タッチパネルは対応していないが、撮影機能やユーザーインターフェースは SH-01B がベースとなっている。LED フラッシュと ISO12800 相当の高感度モードと合わせて暗所での撮影も、 十分に可能。被写体に合わせて最適な撮影モードを自動的に判別して切り替えるシーン自動認識機能を搭載している。また、手ブレ補正に6軸手ブレ補正と動き検出被写体、ブレ補正の W ブレ補正にシャッタースピードと ISO 感度をアップしてブレを抑える高感度、ブレ補正を追加し従来以上の補正効果を実現した。サブカメラには フワベが対応の43万画素 CMOS カメラを搭載している。周りからの覗き見を防止するシンベールビューがカラー表示に対応している。ホトリモナビ対応のパイオニア製カーナビゲーションシステムと連携することができ、現在地をメール送信しカーナビに案内させる機能や携帯による事前目的地情報設定を乗車時にカーナビに自動転送する機能を搭載している。 音声入力メールや i モード検索の検索ワードや地図アプリの目的地などを音声で入力が可能になっている。名刺リーダーで読み込んだデータを会社名別に表示できる電話帳会社名検索に対応している。2010年1月7日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2010年6月24日に以下の不具合の修正が ソフトウェア更新でなされた。ありがとうございます。